れはな、ドラゴンじゃ。ドラゴン？あれは彗星かと思います。騙されたなしき。だが近くで見るまでわからねえだろう。この国にしかいなかったらわからねえことは山ほどある。たくさんの国へ行き、たくさんの人と会え、そして友達をたくさん作りなさい。友達？この世で一番大切なものじゃ。どんな時でもお前を支えてくれる。お前のために涙を流せる友達がいたら一生大切にしなさい。マイケルのことか。僕、涙は出ませんよ。機械に心はありませんから。誰にでもあるものじゃよ、心。今日の動画のアップロード完了っと。ねえねえレベッカ、次はどこ行く？あのね、この星、惑星グランベルって言うんだけど、星一つが丸ごとテーマパークなんだ。でもガイドに寂れたテーマパークってある。100年客が来てないらしいって。逆に誰も動画に撮ってないってことよ。ここでなら動画再生数アップを狙えるわ。ついでに目いっぱい楽しみましょうね、ハッピー。人間なのか？お、すげえ！やわらけえ！なんなのこいつ？何よ？友達になってくれ！俺と友達に！ナルト！それでシキはなんでいきなり友達になってって言い出したの？死んだじいちゃんが友達いっぱい作れって言ってたからさ。だからっていきなりすぎてびっくりしたわ。知らない奴に会うの俺初めてなんだ。ここのみんなとは全員友達だからさ。酒場のミトラ、仕立て屋のジョン、そしてこいつがマイケル。よろしく、レベッカさん、ハッピーさん。お前らはどこから来たんだ？ブルーガーデンって言ってもわからないよね。俺も行ってみてえな、他の国。この島出たことないの？俺ここでみんなの修理してるから。もし俺が出て行ったら機械直せる人いなくなっちゃうからな。ちょっと全力で寝る。
んなところに人間が一人でいるんだろうって顔だね。四季は特別なんだ。10年前に魔王様が連れてきて孫のように可愛がってた人間の子。魔王？そういう配役の一番偉い機械だったんだ。もう壊れちゃったけど。そっか。さあさあ、もう遅いし、今夜は2階に泊まっておいて。その前に、こいつの髪切っていいですか？気になって気になって。僕たち人間のセンスわからないし、いいよ。じゃあ。城主様、あの娘は。分かっておる。時は来たということじゃ。みんなどこ行ったんだ？広場の方がうるさいな。行ってみるか。レベッカ！シキ！目が覚めたら縛られてたんだけど、私何かしたかな？城主様、そいつは俺の友達だ。他の国から来たんだ。悪い奴らじゃねえ。我々は100年この時を待っていた。外へ行くための船を持つ者、この人間は消す。外の世界へ行くために。何言ってるかわからねえけど、ほどいてやってくれよ。みんなも城主様に何とか言ってくれよ。人間は敵、我々を見下す道具としか思ってない。平気で壊す。僕は道具じゃない。ウイルスで我々には自我が芽生えた。人間の道具ではないという自我が。我々は人間どもに復讐する。この世界は機械が支配するのだ。人間は全て敵。敵じゃ。なんて、みんな友達だろ。やめなさいよ。この国の人みんな友達だって、友達だって言ってたのよ。友達って機械とか人間とかじゃないでしょ。もう友達じゃねえんだな。お前は人間、我々は機械、共にはなれぬ。しその力見せてもらおうか。シッキのあの力、暗黒時代の力、デーテルギアだ。使える人がこんなところにいたなんて。じいちゃんが言ってたんだ。お前のために涙を流せる友達がいたら一生大切にしなさい。そしてその涙のために戦え。俺は好きだ。
敵。お前ら行け。あんたは？俺は残る。いいから来なさい。友達でしょ。これ他の国に行く船じゃないのか。船だけど、外を見て。え、ここは桜コスモス。これは宇宙をかける船。宇宙って概念は知ってる？それくらい知ってるぞ。あれだろ、ほら星がいっぱい浮いてて。宇宙！シキは無事宇宙へ行ったか。うまくいってよかった。機械の我々は止まってしまう。こんな星に人間相手はいかん。魔王様に式を宇宙に出してくれと頼まれていたしね。こうでもしねえと出ていかねえからな。全員直してやるってさ。みんな良い演技であった。魔王様、約束は果たしました。でもこんなに悲しい気持ちになるなら、こんなに寂しい気持ちになるなら、心なんていらなかったのに。なっちまったけど、みんな友達だった。ありがとな。みんながいたから寂しくなかった。。私の名前はシャオメイ。何者かはいずれわかるでしょう。この物語の語り部とでも思ってください。重力のエーテルギアを持つ少年が故郷を旅立ちました。彼にはこれからどんな運命が待ち受けているのでしょう。後に大宇宙に名を残す男、シキ・グランベルの冒険の始まりです。調子よかったな、レベッカ。いい連携ね。
しに行こっか。